それでは番書をご覧ください第4章第5節本支店会計の知識に入りますでは引き続きよろしくお願いしますさてえここの節の一つ前のところでは連結決算について勉強したと思いますけれども実は企業グループを一つとして見るという考え方をもう一つ前の時代にはですね一つの会社の中で本店と 複数の支店があってそして本店の取引と支店の取引というのは当然同じ会社だから一つで見なきゃいけないよねという考え方がありましたで現在では連結決算の方がの非常に注目されているのでそちらの方から勉強しましたけれども時代の流れから言うと一つの会社の中で本店と支店という関係をね親会社子会社のような形で 見るという考え方の方が元々先にあったんですね。なので、実は本視点、会計というのは連結決算と似たような処理を実はします。ただ、この本視点、会計の内容を本格的に勉強しようとすると、簿記の内容をかなり細かくやらなくちゃいけなくなって。 正直言いますと診断士の試験の出題実績から言いますとそこまでやる必要はない内容となっているので過去の出題実績から考えて最低限ここのところは知っておきましょうというところをこの説に載せてあります。で本本ががががあああってるるる場合に大きく分けると処理の方向性が2つつんですで1つは本点が 支店の取引の内容も全て集中して管理するというタイプのものがあってこれをこのテキストの第5節の括弧5番に載せてある名前なんですけども本店集中会計制度というふうに言いますただ本店集中会計制度というのは本店の負荷がかなり高くなってくるし支店の動きというのを逐次 本の本編の方で把握しなくちゃいけませんのでこれ本店・支点って分けてる考え方になかなかこうそぐわないですねなので、まあ、実務的あるいはの会計のね、えー、あるいは簿記の勉強の中でもテキストの括弧の2番に載せてある名前支点独立会計制度という方が注目されたり出題されたりすることが多いんですね。でえー、その中で 当然あのいろんな本店での取引支店での取引あるいは支店間での取引などがあるわけですがの一番出題されやすいところがですね本店と支店ととと支のの間でで取引についいて出題されることが多いんですねそして今から勉強していきますが「未達事項」というものを処理するということがですねとても重要になってきます。でここのの説ではそこの 本店と主店との取引っというのはどういうふうに簿記の中で処理していくのかなということとそれから未達事項というのがどういう処理なのかというのが分かるようにしてください診断書の過去の出題実績ではそこのところが集中的に出されていますまた一般的な簿記の勉強の内容から言ってもそこが一番最初に押さえておくべきところといえるんです。 ででは1番本支店会計のの必要性のところを読んでみます企業規模が拡大し支店や営業所が設置されると本店と支店支店と支店間の取引を把握するための会計制度が必要である本店が独自に業績を把握したり全社の業績を把握したりするために本支店会計が必要になるとなっています。つまり、えー、と支店は支店で 例えば地域ごとに視点が分かれていることがほとんどだと思いますけども本店からはねもう地区え把握その状況を把握することはなかなか難しいですから基本的には視点の独立的な動きにおおむね業務のほとんどを任せておくと。で締める時は締めてまとめるということをやらなきゃいけないよねということですね。ただししこの本店店とと支店をこう別々に管理していくと といいいう考え方はは良いんでですすがが昔と今では状況がかなり変わってきてきます実は今からお話しする本支店の取引特に「未達事項」というお話は正直言うと今の世の中ではちょっと時代遅れ実務的にもあまりもう使われなくなってきている取引なんですね。どういうことかっていうと今はインターネットが発達してコンピューターを使った会計処理が当たり前のようになってきています。そうすると本店があって 支店がありますで昔だったら支店で発生した取引を支店で紙の伝票に記録をするということをやってそして紙の伝票を郵送などで本店に送って本店の方で最終的にまとめた処理をするということをやるわけですけれども。 今の世の世中ってそうじゃ視点で,、ね、で発生した取引をコンピューターの会計ソフトの中に入力するそしてインターネットでつながっていると入力したデータは即時に本店の方でも把握集計することができるということになります。見立つという言葉が出てきますけれども「見立つ」という言葉の言葉の見た目から意味大体わかると思います。 行った処理の内容がまだ届いてないよということなんですが今はもうそういうことは事実上ないので今からお話ししていく処理というのはコンピューターが発達していなかった頃に会計に携わる人たち簿記に携わる人たちがいろいろ工夫をしてきたものであって試験問題としてはいまだにそういう内容がたまに出ることがあると考えていただければと思います。 実際日照簿記の試験でもここの本視点会計のところは出題の,あの領域がかなりグっとね狭まってきているところでもあるんですね。ただ診断士の試験というのは出題者の何て言うんですかその時の思いつきみたいな感じで何を出してくるかわからないところがありますので過去に出題されているならばとりあえずそこのところは押さえておきましょうということになります。はい、では、えー、見ていきましょう。 え実はですね母規の仕分けを使いますえこちら板書の方ではですねちょっと書いておきましたこのテキストに説明が載ってると思うんですが説明の内容を仕分けにししておきましたでこの中で今まで皆さんがテキストベースで勉強してきた内容の中では見たことがないと思われる勘定科目として例えばここに「視点」という科目があるここに「本点」という科目があります。それから見たつ っていうの言葉がついた感情科目がありますこれを意味さえ分かっていただければ大丈夫です実は本支店会計支店独立会計制度を用いる場合には支店感情本店感情というのを使いますこれはどういうことなのかというと結論から言うと本店側では支店という感情科目を の相手方の科目として使いますまた視点側では本店とというう科目を相手側として使うんですで具体例で見てしまった方が使い方が分かると思うのでテキストの括弧の4番の「未達事項」というところに「丸三丸四という、ね、取引の内容が書いてあるかと思いますのでこれを使ってじゃあ「本店」「視点」あるいは「未達という勘定科目をどう使うのかということをご説明します。 本店と支店との間で何か取引があってそれをどう記帳していくのかなということなんですね。じゃあ見てみましょう ① 番本店店から支店へ発送した商品ん万す千円がありますよとなっています当然これは本店と支店を別々の組織として見るならば本店側での仕分け支店側での仕分けというのが起こることになります。じゃあ この本店から支店発送した商品9 8 0 0円というのはどうやって、えー、仕分けを起こすのかなというとこうなります本店側ですね本店から支店発送したのでまず本店側で支店、えー、仕分けが起こります本店側では商品を9 8 0 0円支店に送りましたということなんですねということは本店側で商品が減りますなので商品というのは借り方に残高が残る科目ですから 払い出した分、本店から払い出した分、貸し方に商品九万八千の消し込みの、ね。仕分けをね、立てます。で、相手勘定をこういうふうに使うんです。この商品は、じゃあ、どうして本店から減ったんですかというと、これは。支店に送ったんですよということなんです。こういうふうに本店では支店という勘定科目を使います。一方で、支店ではどういう。ね。 仕分けをするのかなとというとこうなりますここでは「ですね未達っていう言葉がついてますがえ未達ではなくてですね商品があのそのままね、えー、あそのままっていうかちゃんと支店に届いてで支店側でもそれを届いたということを確認して記帳したとし例えばしてみましょうその場合は「未達という言葉がなくなります。つまり本店から 支店向かって商品を送りました。で、支店に商品が届きました。だから支店側では商品関除が増えるわけですね。ここでは未達を一旦ないものとして見てください。で、商品98,000が支店側で増えました。じゃあなんで増えたんですか？というと本店側本店から送られてきたんですよという仕分けになるんです。ただし今回はその本店から送った商品というのが実際には まだ支店の方では把握できていない状態こういうのを見立というふうに言うんですね未達なのでそこの商品については未達商品ですよという仕分けを起こすんです本店勘定支店勘定の使い方のイメージをこれで掴んでいただければ幸いですじゃあ2番見てみましょう支店から本店への6万円の送金というふうになっています そうするとまずお金が出るのが支店です支店側ではお金が6万円出ますよというこういう貸し方の仕分けがありますでそのお金はなんで出金されるんですかというと本店へ送りますよということなんですねじゃあもしこの現金6万円が本店の方に無事着到着して ね、到着した現物を確認して記帳するならば、どうなるのかというと。本店側では、この未達という言葉をちょっと省いてみてください。現金六万円が入ってきますよ。ちゃんと,と現物が届いて、確認して記帳できるならば、未達という言葉はありません。現金六万が入ってきますで。それは何で入ってきたんですかというと、支店から送られてきたんですよ。と、こういう仕訳を起こすことになります。そして、今回は、その情報が本店側で未達だということなので。 未達現金という勘定科目を使います。丸三番を見ています。本店の売掛金十六万二千、あ、ごめんなさい、失礼しました。支店の売掛金十六万二千円の本店による回収ということになります。なので、お金を回収したのはどこかというと、本店ですね。なので、本店では十六万二千円現金が増えます。で、この十六万二千円がもし、本店の。 で本店で発生した売掛金の回収であるならば貸し方は売掛金あるいは本店売掛金という勘定科目で受け入れ処理をすることになりますが本店ではその売掛金は発生してないわけですからこの16万2000円は支店のものを回収したんだよという記録にとどまります。一方方、はいえー、方でででののすね支店の方では その情報が未達だったんだけど、あ、そういうことがあったんだっていうのが分かります。そしたら私たちは売り支店側の方の人たちは、私たちの視点の方で私たちがの支店で発生した売り掛け金は回収したことになるよねということなので、売り掛け金を消し込みます。で、現物を受け渡ししているわけではないので、未達っていう言葉はここでは使わないで。で、じゃあその 十六万二千円って、ね、どうなってんですか。支店で現金を回収したわけではないですね。それは本店が肩代わりして回収してくれたよ。というこういう記録で本店という勘定科目を使います。じゃ、続いて丸四番見てみましょう。本店の販売費二万一千円の支店による建て替え払いということになります。お金を出したのは支店ですよね。なので、支店では二万一千円の現金支出があります。 で会社全体としては販売費だということは分かっていますがこの販売費は支店で発生したものではないのでここに販売費とか支店販売費という勘定科目にはならないこれは本店の分を肩代わりして払いますよという記録にとどまります。一方でその情報が見たしてあでそういうことがあったんだというふうになるならば本店の方では販売費2万1000円。 本店で発生した販売費であるよねただし支出自体は支店の方で肩代わりしてくれたよとこういう仕訳になります。はい、なのでこの、えー「未達事項」というものの処理について試験では出やすいんですがいずれにおいても本店側ではどういう仕訳になるのか支店側ではどういう仕訳になるのかというのがありますから両方こういう形で書き出せるようになっていれば 試験対策としては安心ですね。で、今回はこの説明では、えー、未達事項を整理前の視点勘定残高20万トンで2000円借り方ですよ。で、未達事項を処理したら残高はいくらになりますか？という問いかけになっています。まず、ここで必要な知識は視点勘定残高という風になっていますので、視点勘定残高を扱うのは本店であるということ。ここにまず。 えと注目できるるようになる必要がありますそして残高が借り方の方で20万トンで2,000だよつまり本店側で支店という勘定科目を扱いこれを借り方算が20万トンで2,000だよということになります。見立つ事項はこのよう事に4本あります。じゃあ支店勘定は本店側でいくらになるんでしょうかこれを見なきゃいけない。 すでに万これ最終的な答えなんですがこれは、えー、いきなり出てくるわけじゃなくて今からこれを紐解ときながらあの到着到達することになります、えー、ではですね皆さんテキストの方の「未達事項の丸三丸四のえ仕訳ではなくてあの取引の内容がね言葉で書かれているところをご覧ください「本店から支店へ発送した九万商品が9万8000円とありますね」ということは本店は 発送元なんですから、未達ってことはないですよね。この丸一番で未達なのは支店側ですね。はい。えっ、ー、と未達のものには赤をちょっとつけたいと思います。未達丸一番の取引で未達なのは支店側です。で本店側ではこの今手で指し示しているこの仕分けは自分たちのところで発送した発送元なんだから当然これは 既に記録されていてこの9万8千円は20万トンで2千円の中の内訳にもう既に入っているはずなんですね。で続いて丸二番、えー、支店から本店への6万円の送金というふうになっていますそうなると支店側が、ね、現金の送り元ですから今指で指し示している支店側のこの取引は支店側では記帳済みですね。一方で 届いいてない情報は今赤で引きます2行目のここ「未達現金支店」これが本店の方ではまだ、ね、未達で、えーね、情報処理してないされてないよということになるわけです。え次に三番支店の売掛金16万2,000円の本店による回収ですから、ねえー、今まで、えー、と同じように考えれば「未達なのは支店側」。 ということになります丸4番本店の販売費2万1,000円の支店による建て替え払いというふうになっていますので未未達達ののの状態なのは未達ななはは本店側とということになりますそうなると、はい、今回の問いかけでは本店側の支店勘定の残高はいくらになりますかということになっているので、はい、よいしょ赤で。 まずスタートの時点での残高が借り方に20万トンで2,000円ありますと。え次に、はい、この赤で線を引いた取引仕分けが未達で、ね、処理されていないよということですから支店勘定の動きは、はい、まず 2, つ目の2本目の仕分けの貸し方それから4本目の仕分けの貸し方ということに なります。なので二十万トンで二千円の借り方残から六万円を引いて二万一千を引いてそうすると残高が借り方に十二万一千円ですよというのが答えになります。えこの内容の最終的な十二万一千になる計算はテキストの括弧四番の説明の最後。 括弧五番の直前のところに、こういう式が書いてあります。未達事項整理後の支店勘定残高。二十万トンで二千円。今、手で指し示します。これのことですね。それから六万円を引きます。手で指し示します。これのことですね。それから二万一千円を差し引きます。手で指し示します。これのことですね。これで十二万一千円の借り方算になるということ。 です。板書ももう一度全体をつします。はい、以上が支店独立会計制度を扱った時の最も典型的な出題例となりますので、ここまでどうぞよろしくお願いします。では、本支店会計の知識はこれで終了です。板書をご覧ください。 第六節会計規定のお話をしていきますその中で特に重要な企業会計原則のご説明を板書で用意してありますでは引き続きよろしくお願いしますさて会計規定というのは会計の処理をしていくときの約束事とかルールこれらをまとめたものを呼ぶもの言葉ですねでその中で企業会計原則というのが 頂点に位置しますここからの出題も過去の実績にありますので押さえておきたいところですで企業会計原則というものはですね、えー、括弧の一番一般原則と呼ばれるものこれが大変重要で会計簿記を勉強していく時には実は一番最初に本来ならばやるべき内容なんです。 ただし、診断士の試験ではですね、そこの出題が過去ずっとなかったんですね。なのでそこのところは診断士試験では問われないのかなというふうに思われていたんですが平成29年度に取材されましたので新しくここでも説を新設しました。でこの企業会計原則というものを知っていると今後皆さんが会計の勉強をしていくときに何でこんな処理をするんだろうか。 あるいはこういう時はどういうふうに処理すべきなのかなというところの突破口にもなるのでぜひ知っておいてくださいさてテキストでは一般原則のところに丸囲いの文字で1,2,3,4,5,6,7と3つの原則があるかと思いますこの7つについてぜひ皆さんも名前が、ね、すぐ出てくるようになることとそれが一体どういうことなのか というのがわかるようにしておいてください。はい、え板書の方をご覧ください。一般原則のところで頭文字だけ取っておきました。実は会計の勉強をする方は、この一般原則の七つについて、目指し、頭の言葉を拾って神聖氏名、敬語、単という語呂で覚えています。 初めて聞くという方いらっしゃれば是非申請、氏名、刑法、担という言葉がすぐ出てくるようにしてまずは7つあるということが分かるようにしておきましょうそしてこの一般原則というのがいろいろな会計処理を定めていく時の大元となっているんですね。 ももとと会計処理というのは法律とかルールとか基準とかが先にあったのではなくて実務が先にあって実務を進めていく中でみんなが使いやすくするためにどうしたらいいだろうかっていうことで後からいろいろ体系化していった経験則的ななものの集大成なんですそこでこの申請・氏名・刑法険それぞれどういうことなのかなというのをご説明していきましょう。まず真ですこれれは真実性のの原則と呼ばれるもの ですね、で一つ一つの,あの正確な定義企業会計原則に基づくその言葉の通りの定義は、えー、こちらの、ね、テキストに載せてありますで。試験ではこの定義の言葉の通り出てくる可能性が非常に高いのでこの言葉の、ね、表現方法には是非慣れてください。ただ逆に言うとこの元の原文通りの言葉は意味が分かりにくいので、えー、こちら板書の方では砕いた形でご説明します。真真実実性の原則は一言で言でうと真実 の処理をしてくださいいねととうことなんですただしその真実は相対的真実で良いといいとうになっています真実性の原則は真実の報告でなければならない嘘はダメだよそれは当たり前ですよねと思うと思うんですが一方でその真実は相対的真実で良い相対ということは絶対的真実があるということ絶対的真実っていうのはもう絶対これ以外はありえないという真実ですよね。例えば2 2は4である というのはもうそれ以上でもそれ以下でもなくて2たす2が5になるということはありえないですよねただ会計の処理というのは絶対こうなるというわけではなくて実務の中からねこうやってったらどうだろうかっていうのが経験則的に体系化されていったもので分かりやすく言えばいわゆるグレーゾーンっていうのがいろいろ出てきます例えば減価償却というのを皆さん勉強したと思うんですが減価償却の毎年の減価償却費の 計上方法計算方法に例えば代表的なものとして定額法定定率法法とといいうのがあったと思います定額法で処理する場合と定率法で処理する場合はま年度ごとに負担すべき原価償却費の金額って全然違いますよね。でどちらか一方が正しくてどちらが間違いということはないでしょう。 つまりみんなが公正妥当だと思われる処理があるならばそれは全て真実であってその中の何かを利用していけばいいよというのが相対的真実とということです。なのでこれでなければおかしいでしょうっていう考え方は基本的にはないのでみんなが公正妥当と認められているものであるならばそれを利用すればそれは真実だよということ。 これを言っていますので、真実な報告であるというのは当たり前だということと同時に、相対的真実という考え方を知っておいてください。続いて、正規の母規の原則というのがあります。正規の母規の原則というのは、もう現代ではですね、もうみ… みんながずっと使ってきたいわゆる簿記の手続きに基づいて処理をしてくださいね勝手な処理をしないようにしてくださいねということそしてもう,しもう少し落とし込んでいえば証拠に基づく領収書とか請求書とか契約書とかそういうものに基づいて処理をしてくださいねということと具体的なの計算集計については複式簿記を使ってくださいねということを言っています。つまりみんなが使っている スタンダードなやり方を踏襲してくださいね客観性が高い形で処理してくださいねということを言っています資本取引損益取引区分の原則というのがあります資本の直接取引と損益取引を区分するということです皆さん貸借対照表を思い出してください貸借対照表の右下のところに純資産の分っていうのがあったと思います純資産の分が増える要因というのは例えば増資をすることによって資本金が増えると これでも増えますよね一方で毎年の営業活動経営活動を上手に行って利益を増やすということによって純資産が増えるという考え、えー、要因もありますよね大きく分けると純資産を増減させる要因そこのうち資本金を増やすというような資本の直接取引と考えられる部分と利益を多く出すということで損益取引によって純資産を増やす。 場合によっては減るもありますがここでは増やすということで統一しておきたいと思います。ありますよね。これはどちらも純資産を増やす要因だが全く性質が違うので分けておく必要があるよここを混同してしまうと不正確な報告や不正確な意思決定になってしまうということを言っています。分かりりやすすいいい例例で言うううととえば配配当当ののがありますよね配当というのは生み出した利益を 資本の持分分比率に応じてて配していくわけですですすよねだから資本の直接取引の部分というのは元手を誰が出してくれたのかなっていうのを把握するための重要なあの情報であり損益取引によって利益がどれだけ発生したか溜まってきたかというのはその分配される対象の情報になるわけですよね。 もしこれがごちゃごちゃになってしまうと何をどれだけ配分するのかっていうのが分からなくなってしまいますこういうことがないようにしましょうというのが代表例で資本取引損益取引区分の原則というのがあります次に明瞭性の原則というのがあります一言で言うと分かりやすく報告をしてくださいねということなんですで、この分かりやすさというのは例えばどういうところで表現するのかっていうと例えば総額表示 というのがあります総額表示っていうのは入りがあって出があるよそして、ね、その相殺した金額純額って言いますけども相殺した金額もありますよね報告する時には原則として入ってくるもの出ていくものっていうのは独立総額総額で表示して、ね、そして純額がどうなるのかって分かるようにするのが原則的なやり方ですよ。例えば入っててくくるもの出ていくものの出いこれを 総裁しちゃって純額だけを表示するっていうことだってできますけどそれはね分かりやすさを書くよ書いてしまうよということを言っています例えば総額表示でやりましょうっていうのはこの明瞭性の原則の一つに基づいた一つの処理の方法それから区分表示対借対象表や損益計算書が区分表示されてますよねこれも分かりやすさの一つですそれからもう一つ この分かりやすいというのは何も細かく分けるということばかりではなくてまとめてしまうというのがありい、えー、含めています。総括表示というのがあります。例えば損益計算書の中で販売費及び一般管理費っていう項目よく出てきますよね。でも実際は販売費及び一般管理費って損益計算書で1行で大きな金額が載っていますけどその明細っていうのは本来あるはずじゃないですか。で一般的な あの財務諸表の報告では販売費および一般管理費の明細っていうのが端末の付評みたいな感じでついていてそっちを細かくで細かく見るわけなんですね。だけどじゃあ例えば損益計算書の中に販売費および一般管理費っていう一行じゃなくて、ね、細かい方がいいだろうって言ってその販売費および一般管理費の明細はそこに損益計算書のところにボーンと持ってきたらどうです逆にに、ね、かりにくいですよね こういうことも含めて明瞭性の原則というのがあります次に継続性の原則というのがあります継続性の原則は一度定めた原則や手続きは原則所持で使い続ける使い続けなさいということなんです例えば品率性の原則のところで減価償却に関する定額法定率法のお話をしました で例えばこの処理方法っていうのはうちの会社は定額法でやりますと定めたら原則としてずっと定額法で処理していかなければいけないし定率法で処理しますって決めたら定率法で処理していかなければいけないという原則です例えば前の期は定額法でやったけどとこえ当期は定率法でやろうとかこういうことは認めませんよということですそうそう,そうやってねコロコロやり方を 変えてしまうと分かりにくくなるということと、それがね利益操作にもねつな、えー、がってしまうからですね。なので継続性の原則というのは一度定めたやり方は原則として使い続けてください。正当な理由がある場合、例えば会計士さんとか税務当局とかが変えてもいいよっていうあのー、ね判断をしてくれた場合には、ね、正当な理由があってね、その場合は変えることは。 ね、できるけれども原則としてそれはやらないよということですね勝手に変えてはいけないということですみだりに変えてはいけないという言い方をします次に保守主義の原則というのがあります保守主義というの原則というのは安全性を見込んで処理あるいは報告しなさい引いてはね、報告をしなさいということを意味しています例えば収益と費用で利益というこの関係で利益を計算しますよねこの時に入ってくるものは多めに見積もる ああごめんなさい失礼しました入ってくるものは少なめに見積もる出ていくものは多めに見積もるということをすることによって利益を、ね、課題に表示しないようにするというような方法が代表例として挙げられます。それを反映したものは例えばこうです損益計算書の原則損益計算書原則というのがこの6節の括弧の2番のところに上がっていると思いますその中にもあるんですけども収益というのは実現主義で計上しますと。 費用は発生主義で計上します。というのが損益計算書の原則にあります。これは保守主義の原則を具体的にね。落とし込んだものと言えます。つまり、収益っていうのは売上だと考えていただいた。ければ結構です。収益っていうのはお仕事がもう一区切りついたというところ、あるいは契約がちゃんとまとまったというところまで到達して初めて計上すべきで。 その途中までの努力をしている段階というところでは計上しないよと。でも費用というのはその活動をする中で交通費が発生すればもう日にちベースで計上していきますよこういうようなことが代表例として挙げられます。それから連結決算のところで勉強しましたけど未実現利益っていうのを召喚するというのがあったと思います。会計では排除なんて言い方もしますけど未実現利益 をね、例えばそれを排除しますよというのも保守主義の原則の具体的な一つの処理の例というふうに言えます。それから単一性の原則っていうのがあります。これは結果から言うと二重帳簿禁止ということを定めている原則です。報告する相手が社内であるとかね、報告する相手が株主であるとか、報告する相手が税務当局であるとか。 いうような時に例えば数字の桁の丸め方とか、ね、あの項目の,あのまとめ方があの細かいのか、えー、それから、えー、とまとめちゃってるのかっていうような違いそのいうのは別に構わないけどもその内容自体の本質部分例えば利益の金額が変わっちゃうとかねそういうようなことを行うような、ね、あの見せる相手によって都合のいいあの見せ方をするような帳簿を作ってはいけないよ。 本質的には一つの帳簿で出なければいけないよっていうのを二重帳簿禁止のの原原則則これを単一規制の原則といいううふうに言います例えばさっきの原価償却の定額法定率法こういうのを継続性の原則を無視して勝手に使い分けると利益操作が出てきてできて二重帳簿を作るような要因にもなりかねないというふうになります。 でこの7つの原則の中で頂点に位置するのが真実性の原則というものになります。 として考えられていますのでそれも合わせて押さえておいてくださいそれからテキストでは中間位置として重要性の原則というのを載せておきました一般原則っていうのは7つなんですが通常ですねもう一つ重要な原則としてこの重要性の原則7つ以外にもう1個あるんだけどもそれも実は重要なんだよっていうのは重要性の原則と呼ばれるものがあります重要性の原則っていうのは重要性が乏しいものは簡易な処理でをしてもいいよ という原則なんですね会計処理というと何でもかんでも細かく精緻にやった方がいいんじゃないかって誤解する方がいらっしゃるんですが例えば明瞭性の原則のか総括表示の考え方から見てもわかる通りえ必ずしもそうではないということなんですね例えば皆さん貸借対照表とか損益計算書なのでその他何々っていう項目を見ることがあるかと思います その他っていうことは雑多なものがまとまっちゃってるっていうことですよね重要なものをその他って言ってまとめるはずはないじゃないですかでもいろんなものがなんか雑多に集まってるんだけどその他なんとかっていう項目でまとめられている時点で皆さんはあ,あ重要性はそんなに高くないんだろうなっていうふうに思われると思うんですね例えばそういう処理をしても良いよというのは重要性の原則に基づく一つのやり方というふうに言いますその他にも例えば、えー、基本的には会計処理 はですね、あの広い意味での発生主義発生主義義会計発発生生に基づきます発生の原因がいつ生じたのかということに基づいてえ収益や費用をまあ計上していきましょうとその中でより細かい意味での発生主義で処理しなさいというのが費用の発生主義です、ねはい、え例えばえ費用が発生しますという時に。 あの発生主義会計で言うとこういうううととここが考えられます例えば会社の中の社員さんがあの経費を立て替えて、ね、自分のポケットマネーで立て替えるなんあと、ね、で会社に請求するなんていうことがあると思います。例えばこれ厳密に言えばその,おその社員さんがいつ、ね、それ買い物をしたのか領収書とかの金額がありますねその日付通りに、ね、計上していくのが発生主義というふうに 言えますでも例えばその、ね、社員さんが建て替えた、えー、細かい、ねあのー、消耗品なんかの購入の、ね、費用を、えー、クレジットカードを使って買いましたよというようなことがあったとしますそうするとクレジットカードの場合は実際にものを、ね、受け取って、ねえー、それで、えー、お店の方もねこのクレジットカード用の領収書を発行する日付と。 実際にそれが引き落とされる日って違ってくるわけじゃないですか。で社員さんにとってそういった細かい消耗品のお、ねえー、購入とかを一つ一つ一日単位でね計上していくとかってむ難しいこともあったりしますよね。でそれを使って一気にこう立て替えてた費用を会社に請求するなんていうことってあるわけですね。でそうなると もしそのクレジットカードの落ち日ベースでの処理をするってなると現金主義的な会計処理になるわけですよねじゃあ発生主義じゃないからだめなのかっていうと別にそ,んなにそういうことはなくって消耗品を社員さんの個人レベルで建て替えて払ったっていうようなものはそんなに重要性が高いとは言えないでしょう例えばそういうことであるならば現金主義的な会計処理によっても構わないですよ。 こういうことを言っています、はい、ということで会計規定特に一般原則重要性の原則についてお話をさせていただきましたテキストでは損益計算書原則とか貸借対照表原則も載せてありますがこれらはテキストに載せてあるそれぞれのね章説のところに該当するところに具体的な内容が載っていますのでそちらでまた確認をしながら勉強を進めてください では会計規定に関して第六節これで終了です。毎章をご覧ください。この章の最後の必須テーママルバツチェックに入ります。問題が七問ありますが七問に分についての該当のページこちらに載せてありますので参照してください。で今から私が ピンポイントでの解説をしていきますが、第第2問問2と問7こちらを扱っていきます。また場所の方は問の2について詳細な説明が必要かと思いますので用意してあります。では進めていきましょう。問の2ですね。これなかなかいい問題です。キャッシュフロー計算書間接法において売上債権の増加額の符号はプラスである。 なっています関節法のキャッシュフロー計算書というのはスタートが「税引き前当期純利益ですよね版書」でもここにキャッシュフロー計算書のほんの一部分ですが抜粋してあります「税引き前」「当期純利益」「何がしか」の金額があってそこにいろいろ調整をかけていくこういう表記だったと思いますで。この時にキャッシュフロー計算書に慣れていないな方だと増加 この時に増加なんだからプラスだろうと思ってしまう方がいらっしゃるんですねこれも無理ないことだと思います会計や簿記の世界では独特の言葉の言い回しがあって一般的な言葉の認識と意味が違うことがあるからなんです問いについては正解はこれはバツで売上債権の増加についてはマイナスの符号をつけた数字を間接法のキャッシュフロー計算書に記しますそれはどういうことなのかな 意味がわからないまま丸覚えするようなことは決してないようにしていきましょう。ではご説明します。売上債権が増える。ここではその売上債権を売掛金としたいと思います。で、売上債権の増加これを売掛金の増加としましょう。売掛金の残高が増加するということは通常は売上が上がる。ここ仕分けご覧ください。売上が計上される。 この相手勘定がもし現金で即時回収だったら現金100となりますがそうではなくて売掛金だから売掛金100となりますよ。えここではね金額100というふうにしてみました。こういう仕分けになるわけですね。そうすると貸借対照表損益計算書の数字はどのように動いていくのかということを見ています。 増えることになりますよね損益計算書の一番上の売上高が100増えることになりますそうするとその分だけ PL の税引き前当期純利益が100増えるここはもう連動していますそうなるとキャッシュフロー計算書間接法を作る時の一番最初の行税引き前当期純利益 他の要素がないので具体的にいくつになるのかというのは断言できませんけれども数字が入ってくるここははいこの売上が100上がった分だけその100がプラスされた数字がここに載ってくるはずですよねこれはまず覚えておいてください次に売掛金が借り方に計上されましたそうなると BS 貸借対照表の売掛金残高が100増えることに なりますこのことを売上債権というふうに呼ぶわけです売上債という言い方をした場合には他にも受け取り手形がありますがここでは売上債権全額売掛金というふうに考えた方がシンプルで理解しやすいと思うのでその考え方でいてください。 そうするとキャッシュフロー計算書間接法を作ると最初が税引き前、当期純利益それでそれの金額はこの100増えた数字が載る,ることになります。そして調整項目をかけて調整していく中で売上債権の増加額という項目がこの例だと出てくることになるわけですね。で増加額です でここで間違えないいようにしてくださいここで言ってる増加額というのは売り掛金ですね売掛金ですの元帳を作った時の借り方資産表を作った時の売掛金の残高これが100増えるつまり売掛り金という勘定口座の勘定科目の 残高が百増えると言っているのであって、キャッシュが百増えると言っているわけではないので、十分気をつけてください。ここが言葉の捉え方として、混乱しちゃう方が多いようです。ここで言っている増加額っていうのは、勘定講座の残高、勘定科目の残高が百増えると言っているんですね。じゃあ、あどういう計算をする必要があるのか、見てください。税引き前当期純利益ではバツと書いてますが、ここのところは。 はい、売上げが100増えた分100の分だけ多くなっている金額が載っているわけですね。だけどそのうちこの売上げ債権が増えた分っていうのは入金されてないいでですすよよねね回収してないですよ、ね、なのでもしこの売上げ債権の増加額っていう行がないとキャッシュの獲得がないにもかかわらずその100の分が 入った数字のまま最終の締めがなされてしまって、数字は百増えたような数字で集計されるけど、おくその分お金は入ってきてない。これじゃダメですよね。だから、はい、税引き前当期純利益は売上が百増えた分、百増えた状態の数字が載っているけれども、それに対して売上債権ここでいう売り掛け金が百増えた分というのは入ってないんですよ。だから。 税引き前、当期純利益の100増えた数字に対してマイナス100をしないとキャッシュの増減額ににななならいいですすよねこういう調整計算になりますキャッシュフローの増減額を求めるためにはマイナス100するこれは税引き前、当期純利益に対してマイナス100をする必要があるということを項目名と数字で示しています。ただ ところが、誤った読み方をしてしまうと、売上債権の増加、これがキャッシュが増えたっていうふうに。誤って読んでしまうと、増えてるのになんで引いてるんだろう、わけわからないというふうになる。これをぜひね、あの卒業していただきたいと思います。ええ、問いについては、以上です。では、問七を見てみましょう。企業会計原則では、会計処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりに変更しては。 なならないさあ皆さん企業会計原則一般原則「申請・使命・刑法・保担」で7個ありましたけれどもこのうちのどれであるかっていうのが分かるでしょうか最初のうちは先に項目な、えー、と原則の名前があってそれは何だということになると思うんですが試験対策としては内容が書かれた時にそれは何だろうっていうところまで、ね、戻せるようにしていただけるとすごく心強いですね。でここの内容は 継続性の原則ということにになななりります、はい、乱に変更してはならないこの「りに」というのはの、ね、正当なあの理由がないのに変えてはいけないよということですね、はい。ということです。で、えー、実はこの企業会計原則あのもう出題実績があったというふうに考えて今後の出題を予想するならば。 一般原原則則でも原則は7個それで重要性の原則を入れれば8個原則があるわけでその中からその定義のこうい内容を、ね、こういう形で引っ張り出してきてそれが何なのかとか合ってるのか間違ってるのかっていう問題は非常に作りやすいじゃないですか。なので今後についても少しね注意を向けておいた方がいいテーマと思って今回選んでま それからこの継続性の原則に関してはあの絶対あの変更してはならないみたいに書いてあったらそんなことはないねみだりに変えてはいけないが正当な理由があれば変えることはありうるということになりますのでその辺りについても微妙な判定ができるようにしておきましょう。以上で丸抜チェック終了したいいと思います当院についての番書残っておりますので確認していただいてここまで終わりにしてください。